薬学部に進学したのは中高科学が好きで、大学進学するとしたら数ある大学の中でも未来区制度がある崇城大学がいいなと思いました。未来区って言うなれば特待生として大学に行くんだから、ちゃんとやらなきゃって思いも日を追うごとに強くなったかな。僕は宮崎出身なんだけど、クラスメイトは熊本の人たちばかりかなって思って入学してみたんだけど、意外にも熊本県外出身者が多くて、熊本に対して新鮮な気持ちを満喫しています。崇城大学の薬剤師国家試験合格率は全国でもトップクラス。ちょっとプレッシャーもあるけど、とにかく先生方がフレンドリーで、勉強や資格のことだけじゃなくても何でも相談に乗ってくれるところが気に入っています。今僕が実験を続けているのが剤系の一つゲルを使った研究で、薬がゲルの中で安定し、どれだけ薬を入れることができるのかっていう臨床寄りの研究。これは最近の新型コロナワクチン研究治療にもつながるかもしれないですが、扱いの難しい薬物や抗体抗原が増えている中、この研究がその安定性の向上につながるんじゃないかと日々研究に没頭している。将来は病院勤務の薬剤師として働きたいと思っている。小児科とかでは薬の飲みづらさや誤嚥といった問題や、子どもへの投与量の設計など現場でしかわからないことが数多く存在します。僕は患者に寄り添う医療に携わりたいという思いが強いので、患者さんの声を聞きながらそれを研究し、現場に反映できる医療従事者であり続けたいと思っている。